じゃあすみません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。キャンプも終えまして、はい、でオープン戦始まって、ちょっとここまでタイガース連敗も続いてますがいかがですか。いやまあ多分そのここまでさすがにね勝てないっていうのは想定外だったと思いますし、まあ、監督もまあそんなに気にしてないとはおっしゃってましたけど、まあ、僕もそんなに気にはしてないんですけど、まあ、正直なところ今年のキャンプっていうのは ある意味こう若手のこうなんていうんですか、期待の注目株みたいなのが、まあ、例えば、試合が登録して野口君とかね、あとはまあ前川君もそうだし、まあ、結構若手のこう注目株みたいなのがこう結構ね期待の選手みたいなのが出てきて、キャンプの時っていうのは非常に、期待されて注目もされて、これはもう野手だけじゃなくてピッチャーも含めてだったんですけど、正直オープン戦に入って2月の後半3月にかけて、まあ他球団の新人とかこう若手に比べるとちょっとまずパンチ不足かなって、アピール不足かなっていうところは否めないかなっていうところは正直ありますよね。例えばジャイアンツで言ったらルーキーの佐々木選手とか4割以上打って結果も残してる、例えばじゃあと横浜 DeNA の、ルーキーの渡来選手11試合連続ヒットとかね、今日の時点でね、こう期待の新戦力の人たちの活躍というのは他のチームからは結構聞こえてくるんですけど、まあ、ちょっとそこまでには至ってないかなっていうのがあるのは一つで、あとオープン戦での その負け方っていうのが、まあ、もちろん監督もそんなにサインも出してないっていう話でしたし、まあ、15日以降見たよって話も、まあ、ちょうど2週間前ですよね、開幕の2週間前からが本番だよって話をされてた中で、まあ一番タイガースの懸念材料っていうのは守備力の部分だと思うんですけど、ヤクルト戦だよね、うん、5-0 で勝ってて1イニングに4失策で一挙6点取られて逆転された試合っていうのがありましたけど、まあ監督からしたら、まあ監督がびっくりしてあんなこと起きるんやっていうコメントは残してましたけど、正直シーズン中にあの負け方をしたら多分相当ダメージ大きいですし、まあタイガースとしても一番あってはならないで、特にあの試合っていうのはもちろん失策のことを目についたんですけど、先頭バッターのフォアボールとか、まあ点を取られるべくして取られたという、監督が一番嫌がるそのフォアボールからの失点っていうところで言うと、この若手の中継ぎ陣のピッチャーであったり、こう争わなければいけない立場のピッチャーの選手たちがそういうピッチングをしてしまってたっていうことが、まあ、ちょっと内容的には良くないかなっていうのは僕は気にはなってますけど、ただある程度のやっぱりちゃんとやらなければいけない選手たちの調整というのはすごく順調にいってるんじゃないかなと思いますし、まあ、今日の時点で言うとまあ、オープン戦初勝利を挙げてね、伊藤将司投手が、最初登板の時に2回ぐらいあんまり良くなかったんですけど、まあ、今回素晴らしいいいピッチングをね、こうやっぱ開幕が近づくにつれて合わせてきましたし、村上投手もなかなか投げれてなかったんですけど、しっかりね今日のピッチングもできましたし、だそういうのを考えると、まあ、本当主力の本当にレギュラーとして中心としてピッチャーも頑張らなければいけない選手たちはすごくいい状態で来てるかなと思いますので、まあ、その辺はあんまり心配はしてないですね、はい。キャンプでは前川選手と岡留選手が MVP に選ばれてましたが、はい、このお二人についてはいかがですか。そうですね、まあ、まず岡留投手に関してはやっぱりまずタイガースにはいないタイプ、まあ、ああいう横手投げ横気味の中でスピードも出せるっていうピッチャー、まあ、監督もやっぱりこういうタイプのピッチャーは必要だっていう話をずっとされてる中で、もうアピールに大成功というか、間違いなく今年中継ぎには絶対欠かせないピースになってくるんじゃないかなと思いますし、やっぱり蓄積疲労してる中継ぎ陣のピッチャーって結構いるんですよね実は、まあ、岩貞君とか梶谷君とかでも、まあ、年齢的なものもそうでしょうけど、やっぱ彼らを1年間ずっとっていうわけにはいかない中で、やっぱり必ず誰か若い選手が必ずこう今のタイガースっていうのは1人2人出てきてくれるっていう中で、まあ、昨年桐敷投手がね素晴らしい中継ぎとしての役割を果たしてくれてましたけど、今年はやっぱり岡留桐敷というこの右と左のね2人が中継ぎをしっかりこう中心に回ってくれるんじゃないかなっていう期待があるので、まあ、岡留投手が出てきてくれたことっていうのはすごくタイガースにとっては、まあ、去年のね最後活躍してくれましたので、そういうきっかけっていうのは去年の時点で
作ってはくれてたんですけど、やっぱりキャンプでもうブルペンでずっと監督が絶賛してましたからね、ブルペンでいいやつがやっぱりいいんだよっていうのをね言ってましたので、すごく期待できるなと、あの本当に 本領発揮かなという感じはしますけどね。で前川君に関して言うと、やはりあの本当にオープン戦入る前キャンプの時からもやっぱりずっと僕もね臨時コーチで行かせてもらってキャンプも、まあ、ある程度ちょっと見てきましたけど、やっぱりいいバッティングするなっていうのはあった中で、まあ一番こう若手の期待されてる中で、あのいろいろ多分キャンプ終わって疲れもあって、こうだんだんみんなちょっと調子が落ちたりとかして下に行く選手とかもいた中で、前川君に関してはずっとやっぱりなんとかこう粘り強くあのゲームでも、ヒットを打ったりアピールする部分っていうのはね、あのし続けてると思うので、やっぱり力がついてきてるなっていうのはもちろんあるし、まあ、監督も多分当初ずっとね、もしかしたらこうレフトでとかライトで開幕スタメンっていうのをね多分考えてたんじゃないかななんて思うんですけど、やっぱここへ来てやっぱり監督一番大事にしてるのってやっぱり守れる選手なんですよね。打つことももちろん大事なんですけど、しっかり守れるかっていう中でちょっと守備でのほころびみたいなのがちょっと前川選手が何回かあったので、まあ、こうなってくるとある程度 打てないとバッティングでの調子が上がってこないと、まあ、オープン戦残り開幕までの間にガガガって前川君がババババンってやっぱり打つ方でアピールできれば開幕スタメンっていうのはあるかなとは思うんですけど、まあ、ここへ来てやっぱノイジー選手がしっかり戻ってきてね、結構スタメンでノイジー選手も監督が使ってるので、もしかしたら冒険せずにこう去年のオーダーで臨むのかなっていう感じもしなくはないなっていうのは思いますけどね。でもあのそういう意味で言うと前川君もやっぱり力をつけてきてるなっていうのはもちろんあるので、僕としてはやっぱり今年1年間どんな形でもいいんでこうちょっと使う頻度をやっぱり上げてほしいなと、その中でどれぐらいやれるかっていうのは前川君に関しては見てみたいというのがあるので、まあ、そういう打者の中でのやっぱり期待というのは一番大きいかなっていうのはありますね、はい。新戦力のゲラ投手はいかがですか。いや、やっぱりね、そのもちろん投げることに関してはねスピードももちろん出ますし、スライダーもいいですし、でなおかつやっぱりコントロールがいいんでね、あの低めにしっかり投げられるっていうのは強みですし、そんなにコントロールで苦しむことはないだろうなっていうのはすごく感じるので、まずそこに関しては素晴らしいなと。あとやっぱりもともと内野手をやってたっていうことなので、フィールディングいいですし、牽制もうまいですし、やっぱりね結構やっぱり大事な要素なんですよね。外国人ピッチャーっていう中でやっぱいいボールを投げるってなると簡単に打てないので、じゃあ何をしようか、例えば僕みたいなタイプのバッター考えた時に足で崩そうって思うことって多いんですよ。例えばセーフティーバント仕掛けてみたりとかで、こうイラッとさせてでスチールして、あーって得点切っちゃったみたいな感じで甘めに来たところボコンって打たれるっていう、やっぱり今までかあの外国人ピッチャーで崩れるパターンってそういうピッチャーが多かったんですけど、やっぱそこをやっぱり例えばセーフティー対策っていうのも野手ですから元フィールディングすごくいいんで、なかなかセーフティーバント決めることっていうのは難しいでしょうし、スチールしようと思ってもねクイックも結構しっかりできるので、なかなかこう走ることも無理ってなってくると、もうあの球を打つしかないって中でフォアボールで崩れることがないってなると、やっぱりあのタイガースの今の強力な中継ぎ陣の中で、まあ、岩崎投手とゲラ投手はこれで右と左でね、さっきの岡留め桐敷も右と左ですけど、中継ぎのこの大黒柱が2人しっかりできて、で後ろセットアッパーとクローザーっていうところでね2人がゲラ投手と岩崎投手がいるっていう意味で言うと、あとね数人中継ぎ陣競争だとは思うんですけど、やっぱり見てるとかなりゲラ投手の存在っていうのは大きいなとは思いますよね、はい。まあ、やっぱり今年もじゃあタイガースのセットアッパー陣には期待できる。期待できますよね。やっぱり岩崎君の負担っていうのは多分相当、これだけね長年ずっと何十あの50試合とか以上をねずっと投げ続けてきてくれてるわけですから、多分間違いなく金属疲労っていうのはある中で、今年もやっぱり岩崎投手に頼らなければいけないっていう状況だとさすがにちょっと苦しいかなとは思ってたんですけど、やっぱゲラ投手がある程度いけるっていうのが分かればね、これは岩崎投手にとっても間隔をしっかり空けた状態で登板できれば必ずいい力を発揮してくれるのはもう分かってますから、うん、だから間違いなく後ろは今年もね、盤石とは言わないですけど、しっかりとした
駒がね揃ってはいるので、そんなに心配はないかなと思ってますね。はい、